ドムレトンでーす。今回はこのゲームをやってる人は友達がいないということについてやっていきたいと思います。皆さんへのね、悪口ではありません。これね、どういうことかわかりますか？いや、友達がいないわけじゃないんですけど、友達を必要としないゲームになってしまったんですよ。これね、どういうことかわかりますか？これね、ハードブリーチングチャージが1個追加されて、2つになったんだよ。これしかもバックに追加されちゃったから、柔らかい壁と硬い壁を1人で割れるんだよ。だって、このゲームって、柔らかい壁と硬い壁を、1人で割れないから、みんなで役割分担して協力しようってゲームなんだけど、もうこのゲームやってるやつ、協調性なさすぎて、もう本当に多いのが、俺が全部やるからみんな下がっとけ、俺最強だからみたいな感じで、なんか偽五条悟みたいなやつらがめちゃくちゃいんだよ。で、なんか FPS 女子をキャリーしてる男の騎士の人とかは、俺に全部任せろ、俺が柔らかい壁も硬い壁も俺が壊してやる、キャーかっこいいみたいな感じになって、俺が君と僕の心の壁も壊してやるよみたいな。めちゃくちゃ気持ち悪くなっちゃった。勢いでめっちゃ気持ち悪くなっちゃったんですけど、まあそんな感じで、一人でいきり散らして協調性のないやつがね、マジで多いんですけど、もうそいつらのための救済として一人で全部仕事できちゃうんですよね。お前多分こいつ子供でイモると思うけど、俺のハードブリーチングチャージで割ったら多分こいつ逃げ場なくなるんだよね。だからこうやって部屋にイモられんじゃん。だけど、一人でこれ全部壁割って、もう二度とこもれなくなるんだよ。もう隅っこに入れなくなる。またそんな大げさなこと言っちゃって、本当は嘘なんじゃないのとか言っちゃってる奴ら、本当お前ら本当、いい加減にしないと水素水とか浄水器売りつけに行くぞ、本当に。いいのか？全然浄水できない浄水器売りつけに行くぞ。もう押しすぎ！いやもうさすがにこの部屋いなくなっただろ、これ二人削ったから。そこいなくなるんですよね。なんで隅っこにいんの？もうだからそういうプレイングするから、あの人レインボーシックスシージやってそうっていう悪口が生まれんだよ。わかるか、その悪口。なんで悪口になるか。あの人一生角にこもってすごい角にいて暮らそうって意味だぞ。いいのか、そんなプレイングして悪口に使われちゃうぞ、レインボーシックスシージやってそうって。いいのか俺たちのゲームが。俺本当に今からすっごい強い戦術このマップで教えるからな。いやもう今、友達とゲームしてる奴は全員バカ。今は一人でゲームする時代ってことをマジで教えてやるよ。もうほんと最近さ、ほんと言われんのがさ、お前ハードブリーチングチャージが1枚追加されたからって大げさなんだよって絶対これも言われると思うし、うるさいですとかって言われんだよね、最近。何うるさいですって。じゃあ黙ってりゃいいんですか？ゲーム実況できなくなっちゃいますけどいいんですか？ほんとさ、最近そういうコメントが多いから、もう今から、もうマジでめっちゃ使える技を教えるからな。最近さ、みんなに褒められることとかさ、少なくなってきちゃったからさ、この前インスタ投稿してみんなに、かっこいいです、メルトンさん、やっぱメルトンさんさすがですとか、メルトンさん一生ついてきますっていうコメントを見て、俺が、うわ、気持ちいい、君たちのコメント、やっぱり気持ちいいなーつって、コメント見ながら、おー、やば、気持ちすぎってやりたかったんだけど、なんと、インスタに俺のガチのなんていうの、普通にさ、キラキラ系のみんなにそういうこと言われたいなーと思って、写真投稿したら、コメント欄で、おほおーとか言われたり、サボテン生えてますよーとか言われたり、この洗脳済みのリスナーたちが、インスタまでに現れてんだよね。もうやめてください。なんか、喉に寄生してる、なんか虫早く離れてくださいとかめっちゃ言われたりさ。いや、違うんで！あれ本体です、俺。言われるんですよね、インスタが。なんか、インスタのコメント欄ってさ、なんかもうちょいおしゃれなイメージあるんだけどさ、いや、俺のアカウントのインスタのコメント欄、普通に YouTube のコメント欄みたいなのをちょっと困惑してるんですよね。もうちょっとみんな、俺を気持ちよくさせてくれ。ちょ、やるぜ。てかさっきね、ちょっと一回適当に突き上げたんだけど、あれ、ミュート壊して、もう、将来的にハードブリーチングチャージをね、貼ろうと思ってんだよね。この置きドローンも意味がある。俺がここに来るということをもう決まっていたんだ、最初から。運命は偶然ではない。必然だ。あ、いたね。ちょっとおならガス野郎殺すわ。クソ大腸バイキンマン、ぶちくのめしてやるよ。言いすぎ、言いすぎ。たぶんあいつ泣いてるわ。いるぞ。お、見えちゃうねー。あ、嘘つくなよ、お前。ホログラムかよ。あれ待って、ミュート壊れてない。いやで、俺がこれやることによってみんな向こうで攻めてるけど俺が釣れんだよ、敵全員。よし、開けた。いやこれね、俺がこれやることによってほら、俺の方に全員敵釣れんだよ、これ。お、マジで強いでしょ、ほら。すごい攻めやすくなるね、手動の方が。やばいでしょ、俺ソロで動いてるけど、ほらこの人とか俺の穴見てるでしょ。これが強いんだよ。見せられたわ。
やっぱりね、ハードブリーチングチャージ使うんだったらほんと一人で動いた方がいい。だってメインのところはテルミットとかマーベリックとか開けてくれっから。だからバックとかハードブリーチングチャージ使ってる時はもう一人でわけわかんないとこ開けた方がいいぞ。てかね、この技マジで強いからね。もう最速で嘘ですとか書いてるやつ、ほんとなんでさ、毎回嘘って分かってるのに毎日嘘ですって俺のコメント欄に毎回1コメよりも早く書き込むの。いや、やっぱりあれなんだろう、本当は俺嘘って分かってても騙されたいって本当は思ってるんだろ。やっぱり体は正直なんだね。めっちゃくちゃキモいめっちゃくちゃキモかったけど、俺そういうことだと思うよ。やっぱ体はね、求めてんだよね、騙されたいって思っちゃってるから毎日嘘ですって書き込みに来ちゃうんだよね。でもたまにね、なんか1コメがもううんちーとか書かれててもう世紀末みたいな最近になってくからな。ほんと皆さんね、やめてくださいね。もっと僕を愛してください、崇拝してください。メルトンさんは神ってちゃんと言ってください。メルトンさんは神とかなんかもうほんと適当でいいから言ってください。もうメルトンさんかっこいいです、一生ついてきますとか言ってもう言ってくださいね。もうほんとに。そうだ、インスタのコメント欄参考までにどんなコメントあったかね、そういえば思い出したんですけどね、あのお尻の穴にポール刺さってますよーとか言われて、ふざけんなよと思って、おしゃれのために背景があるんだろうがと思って、めちゃくちゃあの歯ぎしりが止まりませんでした。やめてください。はい、お尻の穴にポールは入らないです。僕ら別に穴はそこまで拡張されて、あ、そんな話してません。いきますよ。これはレインボーシックスの攻略動画、変な話をするためのものではない。いや、俺 e スポーツ選手としてやってるからな。レインボーシックスシーズといえばスポーツ選手のような人だからな。隅っこで祈ってそうな人じゃないからね、ネクラな人じゃ。あべ今のうますぎだろ。あ、フラッシュマンじゃねえ、もうふざけんなよ。あ、骨出たね今本当はフラマンがいいんじゃないか。いや、そんなことない、俺はハードブリーチングチャージを好きで持ってきてんだ。これちょっとわかんないな、敵の動きが意外とドンピだね。爆弾を発見した。なんかランクのくせにドンピってちょっとやだな、めっちゃ本気じゃん。階段一人と右一人か、階段殺して右見よう。次こっちだろ。あ、やばい、斜め上、あぶねえ。で、これはハードブリッジクチャージもあんだよ、これ外から見るから。あ、ちょっと敵味方倒すの早かった。まあでもちょっと仕事したからまあいいや。あそこ開けると有利になるからね。いや、これよ、テルミットこっち開けて俺が別のとこあんの。あの今ね、もし低ランク帯の人が俺の動画見てて、いや俺いつも下手くそで誰かとやるの結構怖いんだよな、そうか、これをやれば誰かとやってる時も単独行動ができる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 って思ってると思うんですけど、あの素直にフラッシュマン持ってきてください。はい、フラッシュマン、なんつうのかな、ハードブリーチングチャージはある程度の打ち合いの力が身についたらやってくださいね。あ、ちなみにキャッスルがこの前のアップデートで殴り9回でキャッスルが壊れるようになったので実質弱体化ですね。まあアーマーパネルが4枚だけ増えたので、まあそれも少し間を取って、まあ何もなかったプラマイゼロという感じですかね。メガネスチャスチャシモンペタペタメガネグリ、はい、修正でアーマーパネル9回殴ったら壊れるようになりましたね。前までは12回かな。なんでそんないらない調整したのって思うけどね、ぶっちゃけどうでもいい。すん、あー、何あの味方、マジでああいう味方してる人ほんと CG やってそう、マジで CG やってそう、気持ち悪い。あの人変なところから一生見てるし、ずっと角で祈ってる。うわ、偽物撃つちょっと恥ずかしすぎアマチュア、やばいな、3対3か。いや、これどうしよう、マジ悩む。いや、下行ってビリビリ壊すか、でハードブリーチングチャージ使ってちょっと設置しやすい環境作るか。一生この階段いいんだよね。弱、このショットガン、今の距離一撃だろう、どう考えても。いや、このショットガン強いですとか言って紹介してる YouTuber いたら多分そいつのことぶん殴っていいですよ。俺絶対嘘ですよ、こんなん。クソです、クソ、グリカスバカ、マックスバカって感じで言うよ。爆弾がね、いや、もう移動したでしょ、多分一発当てたから激浪なはずなんだよ。いや、この壁もぶっ壊して、俺考えがあるんだよ、ここハードブリッジングチャージいっぱいあんじゃん、俺外出てロックすんだよね。あ、いいね、マベリック、お前察しがいいぞ。ちょっと待ってね、マベリック待ってね、戦わないでね。あ、君強いね、いいよ、強い男の子好き。あ、待って、おい、偽物撃つのうまいな俺。いや、うめえ、これもね、技術ですね。
や、あとはテルミットが刺してくれれば。あ、刺したね。いいね、いいね。そう、これマジ強いんだよ、これ。敵は残り1人。いや、マーベリックが強すぎて、俺なんか無職かもしれねえ。いや、これで、俺の穴でロックしてればいいんだよ。あとプラントするだけ。これマジで最強だから。残り10秒。あれ？アップで死に導く穴かもしれねえ。はい、ということで皆さんね、ハードブリッチングチャージ、結構強いので、皆さんやってみてください。ソロで動いてね。ということで、メルトンでした。バイバイ。